オルジェー・テムルハーンはモンゴル帝国の第23代皇帝。エルベク・ハーンの子。モンゴルの年代記、黄金しずなでは、オロイ、テムル、漢文資料では、カンシャハゲ、本雅ジュリと表記される。1398年に、父と対立し、またオイラトの難を避けて、カーブルにいたティムールのもとに亡命した。ティムールの名遠征に随行、ティムール死後も闘争を続け、ビシュバリクでハーンを称した。オルクテムルを廃したアストブのアルク隊の講演を受けて、モンゴル高原に帰国した。即位後は、オイラトとモンゴル高原の覇を争い、明に対しても強硬な姿勢をとった。明の永楽帝は、オルジェイ・テムルを維持しようとしたが、1409年に、オルジェイ・テムルは、明の使者の郭騎を殺害して、敵対の意志を露にした。このため、永楽帝は、配下の猛将、岡福に10万の兵を与えて、北限討伐を行わせた。明軍北上の直前、オルジェイ・テムルは、オイラトの最有力者マフムードと戦って大敗し、ヘルレン川に駐屯していた。モンゴル軍は、岡福が率いる1000の騎兵に敗れるが、勝利におごって深入りする、岡福を伏兵で破り、その副将4名と共に戦死させた。この敗戦に、永楽帝は激怒し、1410年に50万の軍勢を集めて申請した。永楽帝申請の報を聞いたオルジェイ・テムルは、西方への逃亡を考えるが、アルク隊は従わず、モンゴルの武州は東西に分裂した状態になった。永楽帝は北限を討滅すべく西に進軍し、オノン川でオルジェイ・テムルの軍は壊滅し、逃走するときに率いていた護衛は、わずか7騎だった。戦後、オルジェイ・テムルと同じく、永楽帝に大敗したアルク隊は、独自に朝貢を行い、マフムードが明に北限攻撃を志願すると、オルジェイ・テムルは孤立した状態に置かれた。1412年にマフムードによって殺害された。ありがとうございます。